こんにちは。マールスチャンネルです。京都でもコロナの感染者が増えてます。皆さんも気をつけてくださいね。 MC の JNCDGF カールです。講師はコウさんにお願いしてます。 JI3ICY コウです。よろしくお願いします。お願いします。今日はアマチュア無線局の高齢化などについてですね。世界のアマチュア無線局数を見てみると、アメリカと日本が突出した局数になっています。タイがそれに続き、後の国は皆10万局以下です。日本ではアマチュア無線局数の減少が目立ちますが、世界と比較した場合、現在の数が10分の1になっても局数はベスト10に入ります。1990年前後から爆発的に増加した反動で減少に転じたことがうかがえます。私もその当時に開局しましたが、本当に局数が多くてとっても賑やかでしたね。次の表はジャールニュース2022年春号のデータから作りました。全員の会員は 56,837 局で、40歳以上が大部分を占めます。この表をもとに10年後20年後の会員数を予測してみました。最近は会員数の増加もありますが、10年、20年のスケールで見ると、数千局の単位で減少することが予想できて、高齢化の影響は避けられません。会員数が現在のまま推移すると、10年後5万4000局、20年後4万1000局になりますが、これはありえず、10年後4万8000局、20年後3万2000局と予想しましたが、70代、80代の急激な落ち込みでさらに少なくなるでしょう。表にしてみると年齢の偏りが大きいことがよくわかりますね。無線局の減少で JAL は大きな打撃になり、現在の体制を守るのではなく、会員数に応じた組織にすべきです。会員の減少分だけ会費を値上げすれば、さらに会員数は減少し、組織が持たなくなるでしょう。無線機メーカーも深刻で、最新の技術を駆使した無線機の発売もさらに少なくなるでしょう。各バンドも静かになりますから、アクティブ度を上げて量より質でカバーができないでしょうか。現役の局がアクティブになれば、各バンドの賑やかさは保てますね。3エリアでは和文局更新が多くなってきました。ハムフェア和文電信同好会が発行する和文局リストでは、 JA3 の局が3分の1を占めています。私のログでも20局中6から7局が JA のプリフィックスのページが多く、約3分の1になります。 144MHz では JA3 の局と更新することが本当に多いですもんね。 JA のプリフィックスの局はサイワリアテを除き、無線歴50年、60年あるいはそれ以上の OM 局で技術力も高く、人生の先輩でもあるわけです。開局はすべて自作の設備で、パソコンもカセットテープもない時代でしたから、CW を覚えるのにも大変苦労されたことでしょう。CW は頭をよく使いますから、認知症の予防にもなります。心ない若い人は、高齢者ばかりで老人クラブだという人もいます。しかし、
お金を出せば何でも買える時代に育った人とはわけが違います。私は尊敬の思いを込め、素晴らしい技術者集団と言うべきだと思います。アマチュア無線人口が減少する中、CW はさらに深刻です。大切なことは、CW の素晴らしい技術を伝承をしていくことです。CW は符号を覚える最初の壁が高く、和文はさらに高い壁になります。苦労が大きいほど大きな喜びを感じ、一生を楽しめて、計り知れない魅力を感じます。この魅力を多くの人に伝えるため、モールスチャンネルを作りました。これからもモールスチャンネルをどうぞよろしくお願いします。本当、そうですよね。皆さん、これからもどうぞ応援お願いいたします。はい、それでは今日はここまでになります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。